モーゼス・モソップは、ケニアの男子陸上競技選手。専門は長距離走、マラソン。昨今のケニアのマラソン選手は、日本人選手とあまり変わらない、トラックのスピードで、マラソンに転向し、マラソンでは2時間3から6分台の高記録を叩き出す。いわゆる適性が、マラソン向きのランナーが大部分を占め、世界を席巻しているが、モソップは、モーゼス・タヌイ。 ポールテルガトラの系譜を受け継ぐ、トラックでの実績10分のスピードを引っ下げて、マラソンに転向した、正当派のスピードランナータイプの選手である。ヘルシンキ世界陸上の1万メートルで、銅メダルを獲得しており、同種目で26分49秒55のベストを持っている。その後は、ロードレースに転向し、ハーフマラソンなどで実績を残していたが、 初マラソンとなった2011年のボストンマラソンで、ジョフリームタイに次いで2位になり、2時間3分6秒という驚異の記録を叩き出した。ボストンのコースは公認コースではないが、後半に心臓破りの坂があるなど、記録の出にくい難コースとして有名なレースであった。初マラソンで一気に世界トップクラスの仲間入りを果たしたことで、一躍マラソンでもその名を世界に轟かせた。 同年のシカゴマラソンではレース前に体調を崩していたが2時間5分37秒のコースレコードを記録し圧勝。翌年2012年のロッテルダムマラソンでは怪我の影響もあり後半失速したが2時間5分3秒で3位に入り、ロンドン五輪代表に内定したが、怪我のため五輪は欠場となった。マラソン以外でも活躍は続き、2011年6月3日、 モソップはプレフォンティーンクラシックで30年間セコトシヒコが持っていた3万メートル世界記録を2分半も短縮する1時間26分47秒4の世界新記録を樹立2万5000メートル通過記録もセコの持つ世界記録を1分短縮する1時間12分25秒4の世界記録を樹立したかつてケニアでは ジョフリー・ムタイと並び世界最強と称されており、人類初の2時間2分台に最も近い選手の一人とされていた。現在ではあまりメジャーな大会に出場していないが、日本人選手にとって対戦して、勝つのが難しい実力を持つケニア選手の一人である。ありがとうございます。